高東城市公園は、長野県伊那市高東町東公園にある城、高東城を中心に整備された公園である。高東城は、戦国時代、武田信玄の家臣であった山本勘助が縄張りした県城で、城主は武田氏一族が務めた、別名株と山城とも言われる。1582年、城主、西名森信の時落城するが、 この時牢上していた、信玄の娘、松姫と工場軍の総大将、織田信忠は、元婚約者同士であり、落城にまつわる悲劇として知られている。また、聖徳四年に1月12日、江島育島事件で、江島がこちらの高藤藩、内藤清姉妹にお預けとなった。城は、南アルプスの裾野にあり、春になると1500本の高藤子飛願が咲き乱れ、 白は赤みを帯びた鮮やかな桜色に包まれる。日本桜名所百選に選定されている。毎年4月上旬から5月上旬にかけての観王シーズンには高藤城市公園桜祭りが催され、夜間のライトアップも行われ、全国から花見客が訪れる。ここでは廃藩後の城市公園について解説する。廃藩以前の歴史は高藤城を参照。 明治4年、廃藩地県によって、高戸城は取り壊しとなり、木内の樹木は競売にかけられ、売り払われたため、この場所は荒れ地となっていた。1876年、これを見かねた、旧藩主たちは城石に桜を植樹し、城下町にあった門を移すなどして、公園として整備した。1936年、高戸閣が完成。現在、高戸閣は、 観光客の休憩所、案内所として使用されているが、もともとは地域の集会所として作られたものであった。1960年、高遠湖悲願桜の樹林は長野県の天然記念物に指定された。また1978年より花見のシーズンのみ有料となった。その他、須田京、明田賢碑、中村元常元木記念碑、小木原聖泉水の区碑、 無地の石踏み、川島壁ごと、広瀬壁区域など、新宿、高島連絡切符を発売中。いいなバス。ありがとうございます。